インクリプティングファイルシステムとは Microsoft Windows において NTFS バージョン3.0で追加された機能でファイルシステムレベルでの暗号化を提供する。この技術はコンピューターに物理的にアクセスする攻撃者から機密データを保護するためにファイルの透過的暗号化を実現する。スは Windows 2000以降のすべてのビジネス向けディションの Windows で利用できる。 規定では暗号化されたファイルは存在しないが、ユーザーの選択で、ファイルごと、ディレクトリーごと、あるいはドライブごとに暗号化を有効にすることができる。いくつかのエフス設定は、Windows ドメイン環境のグループポリシーで強制させることもできる。暗号ファイルシステム実装は、他のオペレーティングシステムでも利用可能であるが、マイクロソフト f フスはそれらとの互換性はない。エフスによる、 ファイル暗号化、複合処理の流れエフスはファイル暗号化キーという大量の対象鍵によってファイルを暗号化する。対象暗号化アルゴリズムを使用する理由は非対象鍵暗号を用いるよりも暗号化及び複合にかかる時間が短くなるためである。使用される対象暗号化アルゴリズムはオペレーティングシステムのバージョンや設定によって異なる。FEC は ファイルの暗号化を行うユーザーと関連付けられた公開鍵によって暗号化され、この暗号化された FEC は暗号化ファイルのドルエフス、代替データストリームに格納される。ファイルを複合する手順としては、エフスコンポーネントドライバーは、ファイルの暗号化に使われたエフスデジタル証明書に合致する秘密鍵を使い、ドルエフスストリームに格納されている対象鍵を複合する。 そしてその対象鍵を使ってファイルを複合する。暗号化および複合処理は NTFS ファイルシステム下のレイヤーで行われるためユーザーやすべてのユーザーアプリケーションから見ると透過している。コンテンツを含むフォルダーはファイルシステムによって暗号化属性でマークされた上で暗号化される。スコンポーネントドライバーはこの暗号化属性を NTFS におけるアクセス許可の継承と同様に、扱い、フォルダーが暗号化としてマークされると、規定ではそのフォルダー下に作成されるすべてのファイルや、サブフォルダーも暗号化される。暗号化ファイルを NTFS ボリューム間で移動しても、ファイルは暗号化されたままである。ファイルおよびフォルダーは、FAT32 のような他のファイルシステムで、フォーマットされたボリュームに、コピーされる場合に複合される。 暗号化ファイルを s m b シフスプロトコルを使ってネットワーク越しにコピーしたとき、ファイルはネットワークに送信される前に複合される。バックアップアプリケーションにも使われている複合コピーを防止する最もよく使われる手法は Low API が知られる。バックアップアプリケーションはこれらの Low API を実装していて暗号化ファイルストリームとドルエフス。 代替データストリームを単一のファイルとして単純にコピーする。言い換えるとファイルは暗号化状態でコピーされバックアップ中に複合されない。Windows Vista よりユーザーの秘密鍵はスマートカードに格納できるようになった。データ回復エージェントもまたスマートカードに格納できる。他のオペレーティングシステムまたはファイルシステムでエフスをネイティブにサポートするものは 存在しない。Windows XP、Windows XPSP1、Windows XPSP2KB912761、Windows Server 2003、Windows Vista 及び、Windows Server 2008、Windows Server 2008、Windows 7及び Windows Server 2008R に、Windows Fs はいくつかの対象暗号化アルゴリズムをサポートし、 ファイルの暗号化に用いられるアルゴリズムは Windows のバージョンによって異なる。ありがとうございます。